はい、こんにちは。今日は生産性をテーマに、いいサービスを受けたかったらいい要求といい協力をするのが大切ですよっていう、そういうお話をしていきます。で、これはですね、ツイッターに上がってたある例なんですけど、コンビニの場面でですね、ツイッターの、投稿主は、タバコを買いに来たお客さんなんですね。で、お客さんとのやり取りの一連がこう載ってたんですけれども、タバコでマイルドセブンくださいって言ったらしいんですよ。で、そしたら店員さんちょっとタバコに詳しくなかったのか、少々お待ちくださいって言って考え込んだ挙句、マイルドセブンが見つからなくて、すいません番号で言ってもらってもいいですかって言ったんですけど、ところがその、投稿主はですね、店員さんがなんて言うんでしょうね、この影で見えなかったのか、番号が見えないよって言ったらしいんですよね。そしたら結局、持ってきたのが全然違う銘柄だったっていう話なんですよね。で、これを投稿に上げて、言い分としては商品名を言うと、で、店員がわからないから番号を言えってこう逆要求をしてくると。で、タバコにそもそも番号がないから、俺が番号を言えるわけがないだろうって、というかむしろタバコの名前くらい覚えとけよみたいな感じなんですよね。ところが、相手から効率的にサービスを受けたいと、で、効率よく働いてもらって欲しいサービスを受けたいのであれば、いい協力といい要求っていうのが必要ですよ。いろんな人からも言われてた話なんですよね。例えばタバコが早く欲しいなら、自分の銘柄っていうのがもうあらかじめ分かってる、要はパッケージにどんなロゴが入っているかとか、どんな色の見た目しているかとかって分かるんですから、その銘柄を注文する前に、その店員さんが立っている後ろパッと見た時に、あそこにあるな、34、例えばですね、34番だなっていうのが分かったんだったら、すみません、タバコの34番くださいって一言言ったら、34ですね、かしこまりましたって後ろ振り返って並んでるのを見て、これパッて取って、これでよろしいですかって、これで終わるじゃないですか。でもタバコ詳しくないから、マイルドセブンって言われても、番号で把握をしている店員さんからしたら、ってなるわけなんですよね。だから効率的にお互い住むためには、あらかじめ番号を把握して、34番だなっていうのを見てあげて、34くださいって言ってあげたらいいんですよ。だからツイートした人っていうのは、店員さんに対して、いい要求とかいい協力をせずにサービスだけを受けようとしていると。だから店員の態度が悪いのはとか、店員のサービスの質が悪いっていうのは、自分の態度とか、あるいは協力の質が悪いからっていうことに気づかずにツイートを上げてボコボコにされるっていうような落ちがついたっていう話だ。そもそもお金を支払って物やサービスを提供している時点で、お金が行きます、物が返ってきます、サービスが返ってきます、ここのシーンで 50-50 なんですよ。それ以上のサービスとかっていうのを求めるっていうのは、基本的に NG というか、それ相応のプラスの対価を支払うべきなんですよね。だから店側っていうのも、本来提供するサービスとか物以上の対価が得られないのであれば、何も本来は提供しなくていいんですよ。ところが日本っていうのはサービス型なところがあるんで、我々消費者側からしたら、なんかちょっと勘違いしちゃうんですよね。居酒屋での頼み方とか、アキンド今ないですよね、スシローとかかっぱ寿司みたいな、その100円寿司、くら寿司とかっていう以外のこう一皿130円とか600円とかってあるじゃないですか。あれもこうお皿の色分けずにバラバラに置いたりとかって、ああいうのも質のいいサービスを受けたいんだったら、店員さんにも分かりやすく頼むべきだし、居酒屋とかでもね、居酒屋でも丁寧に分かりやすく頼むべきだし、次の違うお客さんを入れるためには、そんなバラバラにやってたら、チェックアウトとかそのお会計に時間がかかるから、色別に分けといてあげるとかっていうのをしてあげると、顧客も満足するし、店員さんも満足するしっていう、やっぱりそういうですね、上限ないサービスだけを求められて、結局能率を下げている、結果サービスの質が下がっているっていう風に消費者は思いがちなんですけれども、実はそれって単に我々は協力をしないから下げてしまっているっていう結論があったりするんですね。だからちょっと面白かったのは、店員さんにも気持ちよく働いてもらったら、店員が気持ちよくなれば、やっぱり挨拶一つ、いらっしゃいませとかですね、何々お持ちしましたとかって、やっぱ掛け声一つでも気持ちよかったりするじゃないですか、こっちが。でもそういう店員さんが気持ちよく働けない環境を作り出している客を懲らしめるためなのかどうかちょっとわからないですけど、これもツイッターで見たんですけどね、とある居酒屋の店主が同じビールを提供するのでも、おい、ビール1000円、生ビール1つ500円、
生ビール1つください380円かっこ定価っていうようなあのステーキの仕方があって、なるほどなって思ったんですよね。はい、だからおいビールっていうだけで、まあいくつのビールを持ってくるのかとか、どの銘柄なのかとかっていうのをこう察して、ってことはビールを提供するプラス、それ以上のサービスがついてるから当然1000円っていうお金を要求しますよってことですね。生ビール1つくださいって言われたら店員さんも気持ちよくなって、次のサービスどうしようかなっていう風にこう考えられるこう知識とか行動につながっていくんで、あの380円という本来の定価でこう提供しますよっていうような、まあ、店主のうまい考え方だななんていう風に思ったりするんですけどね。得たいサービスっていうのをこう皆さんがこういろいろこう考えている中で、無駄を増やすと提供までの時間とかがかかったり、あるいは質を下げているっていうことを改めて思い当たる方っていうのはぜひ、正すのがすごくいいんじゃないかなっていうふうには思います。最近ですね、僕もちょっと魚というか、たらこスパゲッティを作ろうと思って、でもたらこスパゲッティだけだとちょっと味気ないなと思ってイカを買いに行ったんですね。でそこの僕が行ってるスーパーっていうのはちょっとその普通のパッケージングされた魚介類の他に魚とかがこう売られてるんですね。で、一杯いくらっていうので、あのイカがこう何匹だったかな、2杯だったかな、2杯くらい乗ってるやつで、でちょっと中年の男性店員さんがいたんで、すいませんこの中でどれが一番大きくて美味しそうですかねみたいな感じでこうスッと聞いたんですよね。で、店員さんやったらどれが一番こう食べたいと思いますっていうようなこう聞き方をしたんですよ。そしたら、これですかねみたいな感じで、あ、これをそうですね、じゃあすいませんこれ一杯もら、あの一皿もらっていいですかって言ったら、わかりましたって言って、でこうね袋にこう包んでもらって値札貼ってとかって、で渡す時にお兄ちゃんみたいにこう声かけてくれたら嬉しいなみたいな声を言ってくれたんですよ。そしたらそれを受けるサービスを受ける僕からしても、あ、この人に頼んでよかったなってこうすごい思うわけなんですよね、こういうやり取りなんじゃないかなって思ったですね。それ、まあ自分の例を言うのもあれなんですけど、僕の父親がすごくこれが上手で、関西人特有のあれなんかもしれないですけど、これで結構タダで物をもらってくるとかっていうのが上手だったりするんですよ。はい、これも一つの手だったりしますよね。おばちゃんとかおじちゃんとかにちょっとこう明るく声をかけて気持ちよくなってもらって、今度これ持っていきや、おい何本もらってきて、魚もらったりとかお肉もらったりとか野菜もらったりとかっていうので、あんた誰からもらってきたんって おかんがですね、母親が聞いて、うわなんか近所でさみたいな感じで結構もらってきてたっていうのは、まあシチュエーションがあったりとかしたんでね、まあ、でもそういうものなんですよ。なんか気分よくしてくれる人にはなんかしてあげたいって思ったりするのがこう人間の性というか差がじゃないですか。皆さんもそういうところありませんかね。だから質のいいサービスを求めるのであれば、いい協力といい要求をしてあげると、皆さんが欲しいなと思うサービス、あるいはそれ以上のサービスが得られるようになりますんで、ぜひですねそういうところを心がけてみていただけたらなと思います。ところが例外もいるんですよ。僕基本的にですね、レジ打ちをしてもらう人とか、コンビニとかスーパーに限らず、ちょっと明るめの方で、すいませんお願いしますみたいな感じでこう声をかけるんですよ。これ名前出しますけどね、僕東京行った時のローソン、ここ最悪でした。もうすいませんお願いしますってなった時に何も言わずに380円っていうような店員がいたんですね。そういう輩に対しては皆さん断固として戦ってもいいと思います。僕はですねあまりにも腹が立ったんで、小銭をちょっと投げるように置いて、で1枚落ちて拾わせるみたいなねダメですよ、本当ダメですよ、本当ダメですよ、こういうことやっちゃダメなんですけど、違うんですよ、転がってるのにその店員がうまく拾えずにコロ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 っていっちゃったから、拾うのミスってこう落としたから、あーざまーとか思いながらですねやったんですけどね、本来ダメですけどね。でもやっぱりこっちがこう投げかけてるのに対してレスポンスがなかったら、それは怒っていいっていうところですから、はい、ということで、皆さん自身は、僕はこれは反面教師かもしれないですけど、いいサービスを受けたかったらやっぱり何回も言いますけど、いい協力といい要求っていうのをぜひしてあげてください。まあ、もしすでにですねされている方っていうのは、皆さんのちょっとした声かけとか明るいトーンとかっていうのがやっぱり店員さんを気持ちよくして、皆さんが得たいサービスとかっていうのを受けれているあなたのおかげですから、はい、ぜひそれも、続けていただけたらなというふうに思います。ということで本日の動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。